何でしょうね。この辺はね、地元でやるんだけど、皆さんとこうやって。まだいらっしゃるでしょ。まだ半分。そうですね。そうか。
去年はね、うん、電気についてね、あったね、コードが抜けてね、うん、なんでね、うん、何を読むのかな、引退し9名のようなやつ、一番上、年齢順で、一番年齢の方が同志だと思う、はい、私の同志、本日だそう、ああ、黒目さんはえっと、神妙小採集の観音明を送り、渡辺さんとかと連絡を取り合うシーンがあるんですけど、本当は信じたんだ、タイムキーパーやりながら、僕一応、向こうで試合しようとするんですけど、後ですね、はい、こっちで見てもらえます、神妙小採集、本当に欲しいと思います。まだ今しばらくお時間もなく、半ちょっとであの一発でございます。皆さん本当に歩くのは見客でいらっしゃって早く着いたので今しばらくお待ちください。はい、一応ゆっくりめで。並び順は、臨済宗の方が方行っていただいて、そのまま仏殿上に上がって仏殿に行っていただきますので、臨済宗の方が先導で、その後ろ、真言、浄土、日蓮の順番で、並んでいただきます。こちらで、せっかくですから、ご本堂様の様子を、ご本堂様に、般若心経一巻をあげてからで、まあ、般になってからで、それがね、見つからないんで、うん、別に、うん、だからひょっとしたらこの川の方でも全然流れてる。毎回同じこと来たのか、次に開くのがいいですか。私も分かった。元で最後は交換に出した時に全部ご会長だったそこから60人その江戸前で何の何とかそういう決まりはないわけですよね。まあ本当はね、そうなってんだろうね。上司さんからも言ってたけど、例えば有名人ですよね、はい、関東の大衆祭で、はい、偉い日があるって、はい、その時に、ぜひそのご会長の時にはお参りください。
消防署が。なんかいろいろ心配かけて。